はい、えー、それでは始めていきたいと思います。加、えー、圧式表準金エクササイズさん、えー、こんにちは、えー。解説お疲れ様でした。えー、採点方法が厳しい。う々、ん、ぬんにより、えー、うぬより、えー、判定基準が一貫してないのが問題。えー、判定基準がですね、やっぱり今、あのルールがねどんどん変わってきててですね、 本当にに複雑になってきてきるんですよね。だからジャッジがですね、そのジャッジについていけていないというそういったものもあるかもしれないですね。はいえー、ある人には家庭を多くし別の人には辛口にしそんな判定がまかり通るなら、えー、順位をつけることの意味を、えー、なさないことになると、えー、お偉いさん方の、えー、お気に入りだけで試合をすればいいし大会自体がバカ,バカバカしいものになる。 えだけど、正直者がバカを見る世界はもう終わり、終わりになるので、えー、来期からは納得いく大会になると思います。AI っていうところがね、一つポイントになってくるかなと思うんですよね。うん。えっ、ー、と、AI。うん、AI ジャッジっていうのを、まあ、その、もののインターネット、IoT とかっていう、まあ、えー、最近そのアイスタッチっていうね、えー、アイスタッチっていう、その、まあ、えー、こう、氷のリンクがこう、あって、 でこうやって選手が滑ったあとをですね、こうやってこういうふうに表示するのあるじゃないですか。まあ、それもやっぱり AI とか IoT でこうね、の技術によってまあ進化してるってのはあると思うので、そういった AI ジャッジっていうのが、まあ今後のそういったね、えー、まあ基準を正していくっていうところはあるかもしれないですね。ただまあ AI になってくると、今度 AI がおかしいっていう風に言ってくる人がいると。やっぱりその ある機械をね、導入したところで、その機械がおかしいんじゃないかとね、その機械を判定したのは誰だっていうね、そういうふうに言う人も現れるのかなっていう思うので、多分フィギュアスケートについては、どんなにその永久に、なんていうのかな、フィギュアスケートのルールをーあの評価するのは難しいと思いますね。 はいやっぱりそのこの前もお話しした通りそのサッカーとかね、徒、えー、競走とは違って、もう本当、判定するのが難しいんですよね、どっちが先にゴールしたのかっていうのはね、えー、判定するのが難しいし、美しさっていうのもね、人によって感じ方が違うっていうところもあるので、これ、どうね、えー、やっていくのかっていうところを、うん、えー、ジャッジが進化していくのかっていうところは、まあ、それもそれで非常に面白い問題かなとは思いますね。はい えー、そして、えー、新井さん、こんにちは。えー、シェルバコワがもしトリプルアクセルを飛んだら何点ぐらい出たんだろうということでですね、うんまあ、シェルバーコアさんはです、ねまあ、今回80点という、ね、点数なんですが多分、ね、本人にとってみればそんなに高い得点ではないかなと思うんですよね。ロシア選手ってもっと85点とか90点とかジャッジが、ね、もっともっ出すかなというふうに若干思ってたりするんですよ。 うん、あのなんですけど、今回、えー、今、あのジャッジの分析を進めてるんですけど、あの全体的にですね、えー、まあ,あの国がね不公平、まあ、国が不公平ではあったんですけども、ただ、公正なジャッジだったかなと思いますね。はい、うん、まああ結構そのののなんていうのかなあの 不正程度はあまり見当たらないなっていう、だんだん分かってきてるので、ああ国がね、日本ジャッジがいなかったり、アジア人ジャッジいないんですけども、ただ、まあ,あのそうですね、時刻筆記っていう、時刻筆記っていうあのね言葉があるんですよ、時刻バイアスっていうね。 その地獄バイアスっていうまあ要はですねえまあ自分の国の選手に対して少し点数をね上げてもえ少しだけなら許容の範囲ですよっていう地獄バイアスっていうのはあるんですよね。それにあのまああののまそれをやってるジャッジもそんなにいなかったので地獄バイアスの範囲の中でですねえジャッジしてるのかなっていうのが結構見られたんでまあそんなにその。 あれなんですけどね、シェルバコワさんについて80点っていう点数なんですけどね、トリプルアクセルを飛んだら多分80、そうだな、ダブルアクセルが3点…こぐらいだ、点数が。3.3点かな。 申し訳ないんですけどもトリプルアクセル8点台ですので、まあ、単純検査で85点くらいは、ね、もらえる可能性はあるんですけどただトリプルアクセルとか難しいジャンプをやるとプロ,プログラムコンポーネントが上がっていくっていう、ね、不思議な現象があるんですよねでシリアスエラーって皆さんあの知ってる方は結構多いと思いますねシリアスエラーっていうのが最近導入したんですよ、まあ、先ほど加圧式メソッドさんも、ね、おっしゃってたんですけどその、まあえー、シリアスエラーっていうのはですねあの やはりそのまあフィギュアスケートの進化をです,ねえするにあたりましてえまあジャンプの転倒ってあの表現力に影響あるよねっていうことなんですよね。例えばジャンプが転倒したりとか,なんかあのスピンとかでもそうですけども転倒とかあった場合ってえなんか音,が音楽に合ってないじゃないですかもちろんね転倒自体が音楽に合ってるっていう感じもね偶然あるかもしれませんけどもまあ選手はあの転倒することを目的として練習してませんよね。 なので、えーまあ、あの音楽に合った感じでジャンプを飛ぶわけなんで、えー、ジャンプをこう転倒するとです、ね、音楽に合ってないじゃないですか。だからそうなってくると、それって表現力に影響があるよねということで、シリアスエラーっていうのは、えーまあ、ジャンプの転倒とかをです、ね、プログラムコンポーネンツの限点につなげようという動きっていうのを見せてあ,あるんですね。はい、なのであの、こういったところがです、ね、徐々にその、まあ、採用されていくんじゃないかなってには思ってますね。はい うん、え続きまして、山崎さん、こんにちは。えー、ネイサン選手の4回転トーループトリプルトーループは流れが全くなかった。す、えー、れに加点んはつけすぎ、まあ、順位や点数はもういいです。リスクを背負いながら試合に臨んでいる選手たちをリスペクトしますということですね。 はい、あこれ僕、僕、この方には、えっと、コメントを確か動画で出したので、えーまあ、選手特殊論というところが、ね、適用された、まあ、要はですね過去の、えー、ネイサン・チェーン選手の過去のです、ねえー、演技を比較されてしまうという、ね、現象です。これは、ねえー、あの前の動画で出したのでぜひ、ね、見ていただきたいと思います。はいえー、そして、えっと、誰が見ても美しさをあ,こっちあの、それを読みましたね。はい えー、ここはちょっと、えー、続いていきたいと思います、はいえー、そして、えー、S ・マーさん、えー、こんにちは、ただの忖度です。と,いうことこ忖度ということは、ぶっちゃけると僕あの、よく理解できてなかったんで、先ほどググりました。はいえー、なんで、知ったかぶりです。<laughs> 知ったかぶりなんですけども、えー、僕はこうやってコメントしているというね、<laughs> 知ったかぶりでコメントしているという感じなんですけども、あの忖度っていうのは、要はその、 えーまあ、ちょっとまだね、理解難しいんですけども、ある選手をこう持ち上げて、まあ、メディアがこうね、えーまあ、その選手を持ち上げていくみたいなことだと思うんですよね。うん、で、まあ、それについてはですね、まあ、非常に関心のあるテーマだなと思うんで、ちょっとここはあの面白いですよね。うんまあ、要は、まあ、イケメンとかね、それから美女とかがいるじゃないですか。で、これ、メンタリストの DAIGO さんがおっしゃってたんですけど、イケメンと美女って年収が上がる,さ上がるらしいんですよ。これ結構面白いですよね。 うん、なんか、きれい事っていうだけじゃなくて、ですね本当に上がるらしいんですよね。エキュメント美女っていうだけで、えー、それだけで年収が上がりやすいっていう傾向があるんですよね。なんうん、そうらしいんですよね。まあ、これはあの、あの、有名なメンタリストの DAIGO さんがおっしゃったんですよね。まあ、そういったところがあって、まあ、もしかすると、まあ、あのー、ね、フィギュアスケートはやっぱり見せる距離なんで、まあ、そういったところがね、あるのかもしれないですよね。うんまあ、でも うんまあ、国によってそのネイサン・チェン選手の場合はです、ねまあ、あの高く評価されているというのはそんであるということで難しいんですけどもこれはどう、ねえー、たあの向き合っていくのかというところかと思うんですけどもね、はいえー、そして、えー、この川淵さ質の言葉は、えーとえー、また答えたので、えー、続いてましまょうお、はいさん、えー、こんにちは。 いつもありがとうございます。えー、羽生選手のステップ、えー、レベル3です、ね、は納得いかないですということですね、えー。ショートプログラムでステップレベル3ということですね。はい。あの、ステップのですね、レベルの取り方は複雑すぎて頭回らないんですよね、うん。で、あの、実はですね、まあ、これも結構前の話になったんですけど、バンクーバーオリンピック以前ですね、もう結構10年以上前に遡るんですけども、ステップシークエンスで レベル3を取るってめちゃくちゃ難しかったんですよ。うん、で、あのー、非常に有名な荒川静香さんも、ステップシークエンスはトリノオリンピックでレベル3なんですよね。もうレベル3を取れば、もう本当に上出来だったんですよ。レベル4を取れるっていうのはほぼなかったんですよね。女子選手って確か浅田真央選手だったかな。ああのー あの新しい採点方式になってからですね、レベル4って一番最初に取ったのは、多分浅田さんだ、浅田もーちゃんが一番最初だったと思うんですけどもね、とにかくレベル4を取るのは非常に難しいんですよ。うん、難しかったんですね。ただあの、ステップシークエンスが、えー、男子でですね、まあ、昔はショートプログラム2本やらなければいけなかったりとか、フリースケーティングでも2本必要だったんですよ。うん それがですね、1本はコレオシークエンスっていうのはやるんですね。女子の場合は、えーまあ、ステップシークエンスとあと、えー、皆さんの好きな、えー えっと、スパイラルシークエンスですね。スパイラルですね。まあそれがあったわけなんですよね。あのステップシークエンスでレベル4を取るっていうのは本当に難しいことでですね。まあ、ジャッジがまああのこれも変わりましたね。えー、こういあの非常に基準が設けられました、ステップに対して。はいなので、ステップシークエンスでレベル4を取るためにはある程度のルールっていうのがあって、まあ、それは一つその音楽に合わせなければいけないっていうところですね。で昔どうも、その 音楽ですね、えー、こうです音楽ステップシークエンスっていうのは、まあ、その難しいステップを踏めばある程度レベルが取れたっていうのはあるんですけど最近音楽に合ってないと、えー、ステップとして認定していかないよとあのレベルとして認定していかないよっていう動きが結構多くなってきたんで、まあそので、まあ、先ほどもシリアスエラーの話をしたんですけども、まあ、ジャッジはですね、えーまあ、難しい技だけではなくていかに音楽に あの合ってるかどうかっていうところも、えー、評価基準にしていくっていうのが、まあ、最近の流れになってきてますね。要は、えー、難しい技術ですね難しい技術に加えて、えー、さらに、あのーまあ、またもう一回書きますけれども音楽音ですね音ハメをしっかりしていこうと。 いうことはですねこの音っていうところをかなり最近ね重視しているような気がしますね、えー。ジャッジの進化から見てみると。なので、えー、まあただ単に難しいステップを踏んでいるからレベルが取れるっていうのは、えー、つい5年ぐらい前までは、まあ、そういうのはできたかもしれないんですけども、えー、最近は音ハメをしっかりとこうしていこうということになるわけですね。えー、ステップシークエンスの変遷を2006年からちょっと書いていこうかなと思うんですけど、2006年、 それから2011年あたりかな。そして今に至る2021年ですね。宣線を書くとですね、ああ2006年から2012年のここまで、2006年から2011年あたりまではですね、レベル4を取るのはもう無理ですね。レベル4をは無理なんですよ、う。ん 絶対無理なんですよあのどんなに難しいステップシークエンスを踏んでもレベル4を取るのは絶対無理だって言われている時代があったわけですね。あのー、本当に。でそれは、まあ、理由があって、えー、ジャッジがあのーまあ、レベル4に対してすごい難しいことをしなければレベル4取れませんよっていう基準を置いていたということとあのプログラムが非常に密集しているんですよね、昔は。今はあののー、のジャンプの数とか減らえ、あのー 演技全体の数が減ってるんで、スピンなんかも4つフリースケーティングでやらなければいけなかったりとか、女子ではスパイラルシークエンスをやらなければいけなかったりとかですね、やることがいっぱいあって、ステップシークエンスの時間が取れなかったんですよね。そういったこともあって、ステップを踏む時間が少なかったから、レベル4を取るのも実質上無理なんですよね。だけど、やっぱりそれじゃおかしいよということで、えー、あちょっと消しちゃったんですけども、あ消しちゃった、えー。おかしいよということでですね、あのー、変わったんですよ。2000 えー、11年あたりから2年1 1年1 2年ですね変わったんですよねあのまあ的確にレベル4レベル4を取るためにはこういうことをしましょうっていうねそれ的確に変わりましたこれがですね2006年なかったんですよね、まあ、結構適当だったんですよだからこそレベル4を取りやすい時代に変わったわけですねだからまあ続々とレベル4を取る、えー、女子選手も出てきたし男子選手もレベル4を取るのがまあ普通になってきたわけですねでまあそれはあ、あの技で えー、技術で、えー、結構できるものでした。うん、もう要は、えー、ステップ非常に複雑なステップを踏めばレベルが取れてたわけですね。しかし最近なんですけど、まあ、2018年以降かな2019年以降かな音楽が音楽に合ってない技は えー、どんなにステップが美しくてもレベルを落とすっていうような、えー、そういったものに変わってきてるんですよ。これはあのステップだけじゃなくて、まあ、先ほどのジャンプやスピンとかもそうなんですよ。要はジャンプで点灯したら音楽に合ってないよねということでシリアスエラーで減点されるスピンも、えー、ただ単にスピンの回り方が美しいだけじゃなくて音に合ってなかったら減点されるそれがです、ね、2019年以降です、ね、非常に進化してきてます。 とにかく音に合っていないものはですね、どんなに難しい技術をやってもレベルを上げていかないっていうようなフィギュアスケートのルールに変わってきてるんですね。これがまあ最近すごく面白いテーマかなと僕は思ってきてますね。はいうん、なので、えー、そこら辺はですね、えーまあ、難しいテーマではあるんですけどね。 まあ、よ,よりね、人がこう見て美しいな、音に合ってるなっていうことを点数に反映していこうというね、えー、そういった試みなんじゃないかなと僕は思いますね。はい、えー、そして、東北ガールズさん、えー、こんにちは、えー。株君、おはようございます。早速、プロトコル解説ありがとうございます、えー。公平で客観的なジャッジがいることに安心しました。ジ、えー、ジャッジに結構その あの公平かなと思いますねあ公平というか、まあえー、ジャッジの、ね、国に対しては、ね、不公平なんですけどあの、まあ、日本がいなかったりとかしたんでねこれは何度も言うんですけどただ、あのえー、公正なジャッジだったかなとは僕は思いますね、はいえー、昨日は羽生結弦競,競技の前に血圧が切になり測ったらなんと普段110、60と低いのに170もありましたと。 うん、170もありましたんでね、危ないですよね、あ血圧が高いと。はいでびっくりです、競技が終わって測ったら140と下がっていましたと、これ初めてですよね、羽生選手の演技の前,直直、えー、と,前と前後にですね血圧を測るっていうのは、これ結構ね、あの新しいと思うんで、はいえ僕も確かそう書いてたと思 そうですよねまあ、血圧を測る、血圧の変動を羽生選手の演技直前後に測るのは、これは新しいと思ったので、ちょっと,、うんえっと僕ガールズさんの,このコメントを、うんえー、斬新だなと思いました。はい やっぱりこう緊張っていうかねねドキドキしますよ、ねうん、だけど今回ね、羽生選手、僕,あの僕に関してはね、羽生選手に関しては、あのー、実は結構落ち着いて見れましたね、むしろ鍵山選手と宇野昌磨選手は緊張しましたね。うん 羽生選手はもうこれ絶対いけるんじゃないかと思ったんで結構僕はね落ち着いて見てたんですけどもねまたあのフリースケーティングでもどうなるのかと、えー、今日これから女子が始まりますけどもね、まあ、多分女子はめっちゃ緊張するんじゃないかと思いますけどもねドキドキして、ね、血圧めっちゃ上がっちゃうかもしれないですよねはい気をつけながら見たいと思いますはい、えー、そしてえー、っとあのこれからまだねコメントの方頂い,いてるんですけども、えー それはね、後で回答していただきたいと思います。はい。えっ、ー、と、そしてタイムスケジュールなんですけども、これから女子がですね、えー、18時からスウェーデン時間で行われます。日本でいうともう深夜になってくるんで、えーまあ、女子のフリースケーティングですね、開かれてくるということで、はい、18時ですね。た、えー、多分日本だと、そうだな、もう夜の1時、2時とかになっちゃうのかな。うん。なので、えー、眠いので、まあ、そこまで起きてるっていう人はいないと思いますね。 はい、で男子はですね、えー、27日なんで,明日ですね。明日の11時から始まるということなんですよね。た、うんまあ、多分これ、日本に合わせているのかなという感じでちょっと歪みなんですけども11時からということは多分羽生選手は、えー、日本時間でいうと8時、9時辺りかなまた7時とかそういう辺りかな出てくるので、えーまああのー、深夜じゃないので見れますね。はい えー、そして、えー、女子のですね滑走順が出てきたんで、そこをちょっとお話ししていこうかなと思いますね。はいえー、まず、宮原聡子選手が9番滑走に出てきます。えー、彼女、ショートプログラムにミスがあったんですけれども、えー、どこまで振り巻き返すことができるのかといったところですよね。うんえー、そして えちょっとこうっアレクサンダラ・テルソワ選手ですね、かなり注目の選手が、えー、13番滑走ですね、えー3えー、グループ3に出てきますけどもね、はいえー、彼女は4回転ルッツと、えー、4回転ルッツかな、今回ね、4回転ジャンプの種類減らしてますね、うん、ルッツしかやってなかったと思うんですけどもね。はいあの えどこここままで巻き返すことできすとととがるかかいいうところかと思いますね、はいえー、それからアメリカのブレッディ・テネル選手ですね、この方も安定感あるので、えー、注目かと思います。アメリカも、えー、すごいですね、カレン・チェン選手がそのダークホースとして最終グループにいるんですけども、果たして、えー、今の段階では 4, 4 7位と4位で11位なんで、まあ、13位以内ですけども、ね、アメリカも13位以内が欲しいということですよね。韓国に関しても、えーまあ、このリー選手が8位ですよね。そしてもう一方の、ね、キム選手が、えー、5位ですので、まあ、13位ギリギリということなんでね、韓国としてもなん、まあ、としても3枠が欲しいといったところですよね。 日本としても、まあ、日本は坂本花織選手がですね、えー、最終グループの一番最初にマトリックス出てきますね。まあ、いかにジャッジの首をねしと、えー、めていくかとそのいうところかと思うんですけどもね、まあ、今回、あのーまあ、坂本選手もかなりね、えー、スピードをね、えー、つけようということで取り組んできてると思うんでもう本当にダブルアクセルショートプログラムすごいスピードで入ってますからね。 うんだからまあ難しいトリプルアクセルをやるよりもまあ松田篤さんもおっしゃっているように、えー、まいかにこうトータルパッケージとして素晴らしい演技を見せるかっていうところかとは思うんですね。まあ、マトリックス期待入りは買うと思いますね。えー、そしてカレンチェーン選手ですね。えダークフォースとして出てくるということですね。 あとは、まあ、その後に、えー、エリザイベータ・トゥクタビショバ選手で、彼女はロシアの中で、まあ、非常にこの独特な演技をするという、まあ、ロシア3強、今、トゥルソワさん、えー、それからアンナ・シェルバコワさん、そして、ねえー、まだジュニアなんですけれども、えー、カミラ・バリエワっていう選手が、ね、来年出てきます、ね、シニアーに。まあ、そういった中で,です、ねまあ、非常にその、うん、努力をされてて、えーまあ、前はね、 あのすごい良かったんでけど、落ちてきてしまって、今こう高値を目指しているという、ね、ところなんですけどね、うんまあ。徳田美沙さんが出てくるということですね。そして、えー、5番滑走に紀平梨花選手ということになってくるということですね。紀平梨花選手、ね、フリースケーティングではピアノ曲で、えー、感動曲になると思うんですけどもね、えー。スピンの後に出を間違えないかどうか、フリースケーティングではね、あのすごい落ち着きがありましたよね、全日本選手権では。 あのコンビネーションスピンだったかな、終わった後に、えー、スピンの出る場所を間違えて左右反対になっちゃったということで、ねえー、あったわけなのです、それでも、ね、落ち着きがあったんで、えー、あれなんですけどもね、紀平梨花選手に関しては技術的なことを言うと4回転サルコウですね、これを決めてくることができるかどうか、そしてトリプルアクセルですね。 であと、後半どうしていくか。後半、全日本選手権ではダブルアクセル、トリプルトーループにしちゃったんですけども、まあ、このダブルアクセル、トリプルトーループのダブルアクセルトリプルアクセルにするかどうかっていうところですね。まあ、非常に難しい構成になってくると思うんですけどもね。はい。えー、そして、アンナ・シルバコア選手ですね。まあ、4回転ルッツと4回転フリップっていう難しい4回転ジャンプを揃えてるわけですね。うん。まあ、これは本当にすごいことですので、えー、まあ、あの、 まあ4回これはもう逆にね、えー、すごすぎて言葉がないっていうかそういう感じなんですけどもね。はい、というわけで、えー、本日は以上になります。